はい、お待たせして申し訳ございませんでした。それではこれよりですね、まずコロナの福島市の感染状況および、市からの発表事項3件について市長から一括してご説明申し上げます。はい、おはようございます。まず私からですね、新型コロナの感染状況について、ご説明をさせていただきたいと思います。福島市での、感染確認はですね、このご覧のようにあの12月に7つのクラスターが、発生いたしまして294名発生確認されました。まあ、その後徐々に収まってまいりまして、2月は11名の確認ということにとどまっております。まあ、しかしながら3月に入りまして、29日の発表までで55名となっておりまして、また再びちょっと拡大傾向にあるというのが現状です。まあ、その主な要因は先日公表いたしました福島駐屯地でのクラスターでありまして、駐屯地でのクラスターは最初17日に1名確認され、19、20とそれぞれ2名ずつ確認されて、そして23日に12名確認されて、まあ、私どもがクラスターと断定をしたと、まあ、このような状況になっております。で、この自衛隊の駐屯地でのクラスターはですね、現在までのところ駐屯地の中のクラスター本体としてはですね、このような、感染確認数となっておりまして、これまでに合計21名確認されております。検査を実施いたしましたのは228名検査を実施しまして、まあ、これは福島市保健所実施分のみとなっておりますが、まあ、自衛隊駐屯地は福島市にありますので、基本的に自衛隊の中は福島市で実施しておりますので、まあ、全部だと考えていただければと思います。その一方で、今回のクラスターに関しましてはですね、我々が12日に23日に12名の感染を確認した段階で、もうすでに10日ぐらい前から症状のある方がいらっしゃいました。まあ、そのために、外への感染がですね危惧されていたわけでありますが、まあ、これまで、関係者の検査などを実施しました結果、市外の方も含めて23名二次感染あるいは三次感染で確認をされております。同居家族や友人職場などの、方々でありまして、合計23名であります。で、市内は、16名、市外は7名という状況になっておりまして、まあ、それぞれ二次感染が16名、三次感染が7名でありまして、まあ、今のところこの三次感染の段階でとどめることができていると、まあ、我々も、この検査を早急に実施しました結果、まあ、ここで大体、把握をして、それ以上の感染はないような今状況になってきてますので、まあ、このままですとなんとかここで食い止められるかなというふうに思っております。これまでの検査数は436名、これは市保健所に加えまして関係の保健所で実施した分も含めて、この、福島駐屯地でのクラスターの関係で、この本体以外のですね検査を実施しているというところであります。で、福島市では、昨日市長メッセージ、28を、お出しさせていただきました。まあ、今回はですね、県の対策が5月9日まで延びたということを受けて、出したものですが、大きく、3つこれまでに加えた対策をお願いしております。一つは、まあ、福島市としてはこれまでも言ってきたんですけれども、不要不急の往来を控えていただきたいという感染拡大区域としてですね、1都3県や宮城県などに加えて山形県もその対象にして注意をしてくださいというふうに申し上げました。で、人口10万人あたりの1週間の新規感染者数はですね、宮城県が東京都の倍以上の1位、全国1位となっておりまして、最新のデータでもですね、1週間で39人
という非常に多い感染状況になっております。で、2位が沖縄県です。で、3位が実はこの時点までは山形県でありました。で、現在はまた大阪で急拡大をして、大阪が今3位になってきている状況にはなっているんですけども、まあ宮城の煽りを受けて、まあ山形が急拡大しているという状況だと私は認識をしております。で、この条件では独自の緊急事態宣言が発令をされておりまして、まあ、その点では条件のとの往来にも十分注意をしてほしいということで申し上げました。それから2つ目は県内の感染状況を見ますと、まあ、学校が休みになっておりますけれども、学習活動や部活動での感染というのが見受けられます。まあ、そのために改めて学習活動や部活動での感染防止対策を確認をして徹底していただきたいということを申し上げております。で、さらにこれも含めたですね、現在の対策を県の重点対策期間の延長に合わせて5月9日まで引き続き徹底をしてほしいということを申し上げております。で、先ほどの駐屯地内のクラスターでも申し上げましたが、今回私どもが調べてみたら症状がやっぱりありましたという方があったわけですね。で、これは、花粉症だと思い込んでたというような方もいらっしゃいましたし、これは駐屯地以外の方でも、いろいろお話を伺っているとそういった発言がですね出てきております。まあ、その点では感染症と思い込んで受診をしない、その間に他の人に移してしまうというようなケースが今出てきているわけでありまして、まあ、その点では花粉症と思われる場合はですね、早めに受診をしていただきたいのが、まあ、引き続きお願いをしたいと思っておりますし、それから、まあ、とにかくいいお天気で非常に花がきれいに今咲いております。花見や歓送迎会でですね、大人数で飲食をしてクラスターなど発生しないように引き続き注意をしていただきたいということを呼びかけているわけであります。まあ、こうした中で福島市としてはですね、この度接待を伴う飲食店を対象とした PCR 検査を改めて実施することにいたしました。これまでの感染経路を見てみますとですね、大体接待を伴う飲食店というのは、人が身近に接しますので、そもそもクラスターになりやすい、まあ、そういうリスクが高いわけでありますけれども、大体他の地域で感染が拡大してくると、まずはこの、接待を伴う飲食店に入ってそこから広がっていくというケースが非常に多いんですね。で、福島市内でも、まあ、そういったケースがあって、さらにこの接待を伴う飲食店の方々は横の連携が結構密になっておりまして、そこでまた横に広がって拡大していくというケースがあります。まあ、その点では今特に宮城県などでも接待を伴う飲食店を中心にクラスターが多発しておりますので、まあ、そういったことからの波及をできる限り、第一段階で食い止めるというためにもですね、飲食店接待を伴う飲食店での PCR 検査を、まあ、まだ飲食店での感染が確認されてない状況ではありますけれども、私どもとして実施をするというものであります。対象者は、接待を伴う飲食店の従業員等で、これは無症状者に限ります。症状がある方はぜひ医療機関を受診していただきたいと思います。で、当然のことながら1月以降我々これを実施してまいりましたので、一度実施されたお店も対象としますが、まあ、今回は居酒屋等は対象外として重点的に我々は実施をしていきたいと考えております。検査日は4月の6日から実施をいたしまして、容器の配布は4月の2日からこのようなスケジュールで行います。詳細はですね、今後市のホームページに掲載いたしますので、まあ折を見てご覧いただければと思いますし、不明の場合は保健所衛生課の方にご紹介いただければというふうに思います。そしてその他の飲食店のも含めてですね、飲食店の皆様には福島市で作成しております感染防止チェックシート、この取り組みをぜひ実施をしていただきたいと思います。まあ、この
取り組みはかなりの飲食店で実施をしていただいておりますが、まだのところはぜひやっていただきたいし、改めてこのチェックの際にですね、このチェック項目である5項目を、失礼、6項目をですね、その内容を確認していただきたいなと思います。で、市でもですね、第三者チェックを行ってまいってきたわけですが、新年度以降、改めてこの第三者チェックのですね、第2巡目を実施したいというふうに考えております。そして、こうした確認をする中でですね、もう少し対策を強化しなきゃいけないということがありましたら、国と市の支援の仕組みがあります。特に市の県の方は金額的にもかなり大きな額まで対応できますので、こちらをまず優先的に使っていただいて、こちらで対応できないものについては、福島市の新たなビジネスモデル創出支援事業、これは今回の議会の最終日に追加補正を行いまして、6000万円計上しておりますので、こちらを使ってですね、感染防止対策、あるいは感染しにくいビジネスモデルですね、の確立に努めていただきたいというふうに考えております。1点目は以上であります。2点目はですね、これも新年度の当初予算で新たに設けた事業であります。小児慢性特定疾病児童に対する交通費助成を開始するというものであります。小児慢性特定疾病医療に関しましてはですね、非常に専門的な医療が必要でありまして、福島県内で対応できないケースが多々あります。その場合、県外に行って、そして受診をされているわけですけれども、その場合にやはり交通費の負担というのがですね、子どもたちだけではなくて親御さんも一緒に、移動されるケースが多いですから、負担になってきているという状況にあります。そうした状況に鑑みまして、福島市で県外の医療機関を受診する際の交通費の一部を新たに助成することにいたしました。この助成に関しては4月1日から実施をいたします。で、対象は小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けている方で、助成回数は年3回までということであります。で、対象の額はですね、受診する医療機関ですね、例えば仙台か東京かとか、そういうので変わってまいりますし、お子さんの年齢によって助成額の設定をしております。これは未就学児であれば基本的に交通費は無料になっておりますけれども、小学校以上になれば有料化してまいりますし、中学生であれば、大人と一緒というような形になりますので、そういった年齢区分に応じて、額を設けて、で、保護者の分も対象にいたします。おおむね対象額はですね、1往復のうちの4分の1、つまり片道の半分程度でありますけれども、このような、助成の仕組みはですね、全国的にはほとんど行われておりません。東北では我々が確認した ところではまだないというようなことでありますので、わずかでもはありますけれども、こういった珍しい病に苦しんでおられるご家庭の一助になるのではないかなというふうに考えております。申請方法は4月1日から窓口の申請は開始いたしますが、4月の10日からは、簡単申請でオンラインによる受付が可能となります。集中方法は、受けて、これは限定的な方ですので、そちらの方に、直接、お知らせをするほか、ホームページ、その他 SNS などでですね、周知をしてまいりたいというふうに考えております。現在、小児慢性特定疾病医療費支給の認定件数はですね、皆様 のお配りした資料にあるかと思いますが、昨年度であれば233件、平成30年度であれば210件となっております。県外医療機関の受診数でいうと41件でありまして、遠くは本当に大阪とかですね、そちらの方面まで行っておられるということであります。はい、できる限り対象の方には利用いただきたいというふうに考えております。
こちらに件数とかですね、あと認定件数が多い疾病としては、内分泌疾患、まあ、成長ホルモン分泌、不全性低身長症とか、あるいは、がんですね、それから1型糖尿病とか、いろいろ多岐にわたっております。続いて3点目になります。花の美術館の、リニューアルオープンということであります。福島市の、花の美術館、写真美術館はですね、東日本大震災で被災しまして、以後ずっと休館をしておりました。令和2年度、元年度から2年度にかけまして、耐震補強との等の、再整備工事を行いまして、このほど、竣工を迎えることができました。今後本格的なオープンまでには若干の準備があるわけですが、今回ですね、プレオープンといたしまして、花の写真展というのを、実施をいたします。こちらですね、4月の7日から、4月の25日にかけてであります。我々としては花見山の花と合わせてですね、写真の美しさもこちらで見ていただきたいと思ってたんですが、どうも花見山の花の方は随分早く咲き出しておりまして、7日までにはもうだいぶ散っちゃうんじゃないかなと思ってるんですが、その場合には現物が見れなくても、こちらの写真美術館の方でですね、美しい花の風景、それからこの今回の、花の写真展はですね、花見山だけではなくて市内各所の福島花回廊の写真がございますんで、ここで改めてこの福島花回廊のですね、美しさを味わっていただければなというふうに考えております。で、これは今回リニューアルしてオープンするわけですけれども、中身がだいぶ変わります。これまでは1回しかオープンにしないで2回は非公開にしていたんですが、今後は2回も公開いたしますし、1階の方もですね、内装等をかなり変えて非常にこう明るく見やすくするようにしております。こちらにあるようにですね、大正ロマン的な部屋とか、あるいはモダンな感じにするとか、ちょっと雰囲気を変えた展示室を設けまして、それぞれの雰囲気に合わせた展示とかですね、そういったものをしていただけるというようにしております。またバリアフリーを重視したスロープとか、あとはこの館内2階建てではありますけれども、エレベーターを設けて、車椅子の方でも2階に上がれるようにする、あるいはインターホンなどを設置してですね、呼び出しなども行えるような、そんな仕組みにしております。駐車場は、スペース的には狭いので、限定的でありますが、敷地内の駐車場が13台、第二駐車場が16台を予定しております。でちなみにプレオープンの花の写真展はですね、こちらの展示室1、2で行います。また2階は、こちらに秋山先生のですね、写真の収蔵庫をしっかりと防備しながら空調などを整備して収蔵してまいりますし、あと多目的の、貸し館とか企画展示室、それから旧所長室もですね、今回整備をして皆さんにご覧いただけると、こんなふうにしております。でなお、こちらはですね、流しを用意も作っております。水周りのですね、整備もされておりますので、その点では絵の具とかを使うことも可能なので、絵画教室などにもお使いいただけるのではないかなというふうに考えております。でこのように利用しやすいものにした結果ですね、今回は基本料金の2倍の値段では営利利用も可能なものにいたしまして、いろんな多目的で使えるようにしておりますので、本格オープンは5月の29日ですので、これを楽しみにお待ちいただければというふうに考えております。なお福島市では、駅の陣馬町ですかねに市民ギャラリーがあります。こちらの方は老朽化しておりますので、この3月末をもってそちらは閉じて、そしてその機能をこちらに、移し替えるということをする予定であります。そのためにこちらの中もですね、復
これまで以上に整備をして、さまざまなその写真だけではなくて絵画などにもなどいろんな芸術にも対応する仕組みにしましたので、こちらを福島市の文化芸術の拠点として機能させていきたいというふうに考えております。でなお、本格オープン後のですね、ご利用開始は7月の5日、予約に関しては5月の10日からを予定をいたしております。これは皆様への、お配りした資料の下の方に書いてありますので、またご参照いただければというふうに思います。こちらの方の紙ですね、はい、私からは以上です。はい、それでは質疑応答に移ります。質問のある方は、挙手と社名と氏名、発言の方をお願いします。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、はい、よろしいですか。はい、ではその他の方の質問の方を受け付けたいと思います。挙手の方をよろしくお願いします。大丈夫ですか。はい、はい、それでは、以上で会見の終了しますけども、先ほどご案内申し上げましたが、引き続き隣でですね、福島スイーツプレミアム2所の発表会行いますので、よろしくお願いします。それでは以上で、会見の終了いたします。どうもありがとうございました。